ジャングルブギー、突然降りてきて出来上がったね。しかし、舞台でマイクがないのが不思議なのですが、どのような仕組みなのでしょうね。マイクがあれば、あんなに動けないですけど、実際の笠置シヅ子は、どんな舞台だったのでしょうか。忠実に再現されているのでしょうか。確かな史実ではないものの、シヅ子が日本において、ヒョウ柄の服を、初めて身につけた人物という可能性は高いと思われます。またそのヒョウ柄を日本で初めて受け入れた人は愛子ちゃんだったと言えるでしょう。彼女は手で返してたもんね。